乾燥して丸くなったところ岩ヒバは日陰のカズラ植物門岩ヒバ科に属するシダ植物の一つである。和名の由来はその枝葉がヒノキに似ており岩の上に生じることからで別名を岩松とも言う。岩ヒバ科に属する他の植物と同様に細くて分子した茎に臨片状の小さな葉を密生させる。ただし岩ヒバ以外は茎の先端が伸び 細長く地上を這い回り、苔状になるが、岩ひばの茎は伸び続けず、数回の分子をするとそれで止まってしまい、新たな茎がその基部から出る。新たな茎の出る中心部からは、茎が放射状に出る。またその部分からは細かいのが出て、次第にその先端が持ち上がる。つまり根の塊が茎のように見え、その先からは、葉状の茎が放射状。 水平に出るので全体の姿はソテツカヤシの木のようにも見える。この葉状の茎は乾燥すると丸く縮まって集まる。外見上は幹の先端に葉を隣生状に出したように見える。この幹は実際には根や丹根体が絡み合ったもので仮幹と言われる。仮幹は高さが20センチメートルに達することもあり分子をするものもある。仮幹の先端からは 養生のものを多数、臨生状に出す。これは、実際には枝で、本当の葉はその枝についた臨片である。この枝はややう状に数回分子し、全体の形は楕円型に広がる。枝は普通はこの形に伸びた後は、成長を止め、往々にして先端には、胞子形成部である胞子の右方を生じる。胞子の右方は四角柱状。葉は、臨片状で、 枝の表面を密に覆う。その形には、背葉と腹葉の区別がある。また、乾燥するとこの枝全体が内側に巻き込むように、丸々。雨などで水分が十分に補給されると、数時間から数日の間にこの枝を伸ばして、臨生状に広がる。そのため岩ひばかは復活層とも言われる。この現象には、クマムシや、 眠りゆすりカなどのクリプトビオシスと同様に二頭類のトレハロースが深く関与していると考えられる。種として岩場に着生する。樹上に出ることは少ない。比較的乾燥した岩場にも出現するが、日陰やあまり水の当たるような場所には出ない。多くの場合、多数の株が集まって生育しその根が集まって岩盤の上にクッションを形成する。そこに根を下ろす植物もあり、 何種類もの着生植物が集まった群落を形成することも多い。日本ではほぼ全土にわたって分布域があるが、温帯域より下に生息し、国外では東南アジアの鉱山にかけて分布する。止血剤として利用されたこともある。栽培の大株、岩地鳥の栽培基盤にもなっている姿の面白さから盆栽として栽培されることもある。特に、 仮幹が高く伸び上がったものは、古木のような面向きがあるので喜ばれる。またその根の塊は、着生植物を育てるのにも向いており、大鉢に岩ひばを育てその根のところで石穀や麦卵などを育てる例もある。園芸品種の一つ、死雲城また、茎が不入りのものや枝分かれに特徴があるもについては、観賞用に用いられる。古典園芸植物としても扱われ、 現在も数十の品種がある。古典園芸植物としては巻ヶわと表記し、読みは岩ヒバである。岩場に自生しているものは採集のために減少している地域がある。ありがとうございます。